米大リーグロサンゼルス・ゲンゼルスの大谷翔平投手が18日日本時間19日アリゾナ州天日ピで行われているスプリングキャンプ4日目でブルペン入りしスプリットやスライダーを交えて37球を投げた今期から導入されるピッチクロック投球の時間制限を意識した早めのテンポによる投球中にはベテランも若手も集まり後ろで熱い視線を送っていた侍ジャパンの宮崎合宿では ラルビッシュ有のブルペン入りに若手投手が釘付けそしてエンゼルスのキャンプ地では大谷の投球が注目の的だここ数日の寒さも和らぎ大谷は半袖姿でトレーニング開始投手組でストレッチした後サ左腕パトリック・サンドバルと強度を意識したキャッチボールをしてからブルペンに入った今キャンプ2度目のブルペン入り期待の保守ローガンオハッピーを女房役に今期から導入される ピッッチクロックロを意識して早めのテンポで投げ込んだ徐々に熱を帯びた大谷の後ろにはいつの間にか選手が集結大谷の投球を食い入るように見つめた左上腕につけた電子機器ピッチコムで自らサインを出した20球目以降には中継ぎウワン・ライアンテペラやオースティン・ウォーレンら約15人の投手が大集結コーンオフに2年1350万ドル 約18億円で加入した守護神候補のカルロス・エステベスはえげつないよスプリットが縦に落ちたりスライス気味に落ちたりリアルとは思えないと目を丸くしていた大谷の侍ジャパンのユニフォームをアマゾンで購入したこともある大谷ファンを自負するウン・ウォーレンや他の若手選手も目を奪われていたキャンプに招待選手で来ているマイナーリーガーは普段お目にかかれないだけに二刀流の姿を目に焼き付けたのだろう マッド・ワイズ投手コーチはグッドベリーグッドだ今回もまた素晴らしいブルペンだったとサンジの言葉を並べたフィル・ネビン監督は大谷の予定変更について今の状態を確認したり取り組むべきと彼自身が思ったことを決めている我々は彼に任せている投打両方をやるわけだから間違いなく特別なことだし周りと異なるフィールドに来たら取り組みたいことが変わるかもしれない 我々は彼にそんな贅沢を許していると語っていた当初発表された練習メニューではブルペンの後にフリー打撃などに臨む予定だったが取りやめになったこの日のライブ BP に登板したのは新加入の左腕タイラー・アンダーソンと昨年5月のレイズ戦でノーヒットノーランを達成した若手左腕のリード・デトマーズ前日に登板予定が決まったデトマーズは朝からクラブハウスで 翔平と対戦したことがないので今日はとっても楽しみにしている自分の持ち球を全て投げたいと大谷との初対戦に意気込んでいたキャンプ最初のライブ BP はスイングせず球筋を確認する目ならしだけという野手も多い彼はスイングするかなスイングしてほしいなと語っていた矢先に大谷のスケジュール変更が明らかにまだ キャンプ中に BP のチャンスはあると思うと気を取り直したデトマーズ打者・大谷との対戦はキャンプならではのことだ同僚投手陣にとってもテンションが上がるようだ準備に関して監督やコーチから絶大なる信頼を得ている大谷は自らその日の練習メニューを決めるがこの日は中2日でのブルペン入りを選択した当初実戦形式で打席に立つ練習をすると聞いていた日本メディアは不意をつかれた形になった 投打の中心でありエンゼルスの不沈の鍵を握る大谷最良の調整ができるようにチームも後押ししているこの日のブルペンでは左上腕につけた電子機器ピッチコムで自らサインを出して投球した大谷は今キャンプで左上腕部に捕手へのサイン伝達機器を装着している自らそのボタンを押し球種やコースを捕手に知らせているそのため投球前に捕手に何を投げるか知らせるようなし草さはなくなった ワイズ投手コーチはピッチコムを使っている投手はみんな今慣れているところ意見交換を少ししていくだろう選手たちが慣れたらそのやり方で今後進めていくと語ったまだ正式にシーズンで採用されるかはわからないが大谷はその時に備えて用意周到にキャンプで試していた不正なサイン盗み防止を目的に導入されたピッチコムは昨期から始まったが保守の伝達機器から投手に音声で知らせるだけだった しかし、しかか今期は逆もも可能になるかもしれなるれい。投球間の時間制限ピッチクロックも導入されるため投手が首を振るしぐさもあまり見られなくなるだろうメジャーではさまざまな部分で機械化が進むエンゼルスのブルペンには球の回転数回転軸変化量などがデータで分かるトラックマンラプソードが備え付けられ大谷も1球1球そのデータを活用自らの投球の状態を確かめている。 ワイズ投手コーチはワールド・ベースボール・クラシック WBC に出場する投手たちについて可能な限り準備をさせてコミュニケーションを取っていくと語ったが大谷については準備がよくできている我々は翔平の準備について全く心配していないと語った首脳陣から全幅の信頼を寄せられている大谷自身は WBC に向けて順調そのものだ若干まだばらつきはあるが 体調に問題なく動きはいい実戦形式の練習といえば WBC 米国代表のキャプテンマイク・トラウトが大谷の登板日に打席に立ちたいと直談判したというフィールドへ移動する際に「大谷のライブ BP で打席に立ちたい」と言ったら「ダメだ」って言われちゃったよと笑いながら報道陣に明かした大谷にとってメジャー6年目のスプリングトレーニングは実に和やかな雰囲気で進んでいる。 Yeah. <laughs>